ソルジャーが劣化するというのは本当なのか。ああ、正直なところ、わからん。ソルジャーの情報はほとんど公開されておらんし。魔鋼の建設。おお、いいところに来た。実は厄介なことになってな。この手紙を見てくれ。黒マントの男は預かった。返して欲しくば1万ギル用意しろ。受け渡し方法は追って連絡する。誘拐？わしが黒マントを研究しているのを知って金になると誤解したらしい。どうするつもりだ？さびれた診療所に身代金が払えると思うか？いや、そこでだ。お前さんらにクロマントの救出を依頼したい。人間など足元にも及ばないその五感、中でもいかにも効きそうなその鼻があれば犯人の行方などすぐに分かるだろう。まあそうだろうな。おだてに乗るな。まずはどうする？ただの手紙だ。あぶってもこすっても隠しメッセージはなし。何もわからんと思うね。あんた楽しんでないか？クラウド、その手紙を私の鼻先に。これは香水か？特徴的な香りが残っている。おお、頼もしいな。おっと、そうだ、クロマントの体液にだけ反応するライトだ。捜索の役に立つかもしれない。魔鋼の建設。誘拐するならもっと金持ちを狙えばいいもの。クロマントとは縁があるんだろう。助けてやってくれ。クラウド、行くぞ。匂いははっきりわかるのか？我が一族の嗅覚は人の7000倍と言われている。キーとなる香水だけでなく、汗や体臭、まとっている衣服の匂いなどを分析し、立体的に組み立てる。さらに、混ざってしまったノイズをより分けることも必要だ。俺は、どんな匂いがするんだ？モンスターを切り刻んできた青年の匂い。仲間をできるだけ星を救うために行動し、あまり良さそうじゃないね。気にするな、私にしかわからない。砂漠に出たって。犯人の匂いはあそこに続いているようだが、まずいな。どうした？いや、ひとまず向かおう。ん？どうしたの？匂いが違う。この男は犯人ではない。もしかしてお腹が空いてる？残念、あげないよ。うそうそ、少しだけだよ。黒いマントを着た男も見なかったか？そういえば、そんな格好をした奴がチョコボ車で洞窟の方へ行くのを見たな。実は私の鼻にも一つだけ弱点がある。なんだ？食欲に負ける。今もまだ漂う肉の香りに引っ張られている。しばらく私の鼻には期待しないでくれ。笑ったな。レッドを巻くには肉を焼けか。誘拐犯を探そう。シロンにもらったライトを使ってみてはどうだ？
クロマントを連れ戻せ。それがシロンの依頼だ。犯人のことは何も言っていなかった。やるか。犯人の出方を見て決めよう。承知した。来い。こっちだ。はっ。死んじゃった。くっ。うっ。私たち誘拐されて監禁されてるの。あ？どういうことですか？私？このクロマント？この匂い、クラウド、そいつらが犯人だ。バレちまったか。この変装を見破るなんて賢いワンちゃんね。誘拐したクロマントはどこだ？教えるわけないだろ。俺たちを誰だと思って。泣く子も黙るクレイジーカップ、エリー、アンドバロー様だぞ。誘拐したら身の代金はいくらかしら。落ち着いていけ。おう、任せとけ。これじゃ。クロマントの男を返せ。バロー、どうする？落ち着け、ヘリー。クロマントは俺たちしかわからないところに隠してる。もし返してほしければ金を。って、あっ、おい、勝手に出てくんじゃねえ。ずっとおとなしかったのに、どうして。ユニオン。なんだ、知り合いが？ねえバロー、あいつの目見た？ソルジャーだよ。道理で強いはずだぜ。でも聞いたぞ、クロマントってのはソルジャーのあれの果て、劣化したソルジャーなんだろ。お仲間同士仲良くしてな。
バーイ。オウナ、目的は果たした。シロンのところへ帰ろう。ご苦労さん、助かったよ。多少傷が増えているが問題ないだろう。ソルジャーが劣化するというのは本当なのか。ああ、正直なところわからん。ソルジャーの情報はほとんど公開されておらんし、シンラ以外の医師がソルジャーを診察する機会もそうそうあるもんじゃない。だからむしろわしの方が聞きたい。自覚や兆候があるのか。問題ない。ソルジャーは比較的新しい技術だから、ハレー経年によるソルジャーの変化はシンラだって知らんだろう。よってどんな情報も貴重だ。やっぱり血を取らせてくれんか。断る。ま、気長に待つことにするよ。採血を再開するかな。クロマントは確実に増えている。今のうちにデータだけでも揃えておかんとな。クロマントとソルジャーの血を比較したいんだがな。